昨日、益城町で20頭を超える犬が逃げ出したことが近所の人からの通報で明らかになりました。三船保健所などによりますと、昨日22頭が保護され、今日新たに近くの家の庭などにいたピットブルとみられる3頭が保護されたということです。犬が逃げ出したことに関連し、昨日紐につながれていない犬を見つけた警察が飼い主の男に放し飼いはやめてくださいと声をかけたところ、男は激高しパトカーを殴ったため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されています。飼い主の男をめぐっては、他の動物に関して、匂いとか、ちょっと敷地外に出てるという形での苦情があって、令和3年の8月に、行ったという記録はあります。また男はブリーダーを名乗っていますが、県によりますと販売目的で犬を飼育するのに必要な届けが出されていなかったということです。県は今後、飼い主の男が適切な環境で犬を飼育していたか調査し、行政指導する可能性もあるとしています。